2位のピサーノ作のレリーフ、テスピスの馬車イタリア、フィレンツェ、ジョットのシュロイカリアのテスピスは、劇の俳優として舞台に立った最初の人物と言われている。しかし本当にそうだったかは疑わしく、諸説がある。ある文献では、コロスとは別に最初に俳優を導入した人物だと言われている。テスピスの時代の2世紀後のアリストテレスによると、テスピスは、 ディトゥランボスの歌手ということになっている。おそらく物語の中で一人の歌手もしくは俳優が異なる仮面をつけることでそれぞれの役を区別した個々の登場人物の歌手を歌うという新しいスタイルを導入したのがテスピスだった。この新しいスタイルは悲劇と呼ばれテスピスはその中で最も人気のある代表的人物だった。紀元前534年に アテナイのディオニューソッサイで行われた悲劇の競技会ではテスピスが優勝し記録に最初に名前を残した。これはテスピスが西洋世界で芝居を発明しそれ以前にストーリーテリングを目的とした登場人物らしき役を演じた者はいなかったということを意味している。実際テスピスは書かれた劇の最初の名前を知られた俳優だった。このように テスピスは物語が語られる方法を変えた際に、そして現代我々が劇場と呼ばれるものが発明された際に重要な役を果たしたのかもしれない。とはいえ、テスピスやギリシア演劇の起源についての具体的な情報は非常に少なく、上記の内容も史実というより伝説かもしれないことは力説しておかなければなるまい。テスピスに敬意を表して西洋史の中で 俳優は、セスピオンズと呼ばれ続けてきた。演劇にまつわる神話の中で、テスピスは、いたずら好きの精霊とされている。芝居がうまくいかなかった時、テスピスが霊的な邪魔をしたと責任を負わす。多くの迷信と同じく、この迷信もユーモラスなものから、深刻なものまで場合によって、幅があり、テスピスを招き、あるいは退けるのに必要な、様々な呪文や儀式がある。 アメリカの TV シリーズスポーツナイトのある回はテスピスというタイトルだった。その中でテスピスが最初に俳優になったのは11月23日で上に書いたようにいたずら好きの精霊になったことが言及された。韓国の俳優であるイ・ボムスが代表を務める芸能事務所テスピスエンターテインメントは本校のテスピスにちなんで命名された。 テスピスエンターテインメントは2017年にドリームイーアンの M と合併しセルトリオンエンターテインメントに解消した。ありがとうございます。